開幕何戦目に投げますか。あんまり分かんないですよ、まだ。あんまりっていうか、全く同期に一言。なんか、いろいろ言われてますけど、頑張ってください。ローキ君えぐいっすね、球。どうやったら160キロ連発できるのかな。フォーム変えたんですか。いや、フォーム変えた、変えてないけどな。フォーム変えたっていうか、まあ、だんだんちっちゃくなってるよ、手が。野手投げの動画見ました。野手投げって、まあ、フォーム変えてはないですけどね。勝手にそうなってるっていうか。ジャイロって言って投げてましたけど、何の球種なんですか。ジャイロはジャイロスライダーですね。ジャイロスライダーって言ってめんどくさいって、ジャイロって言ってますね、ずっと。球数ガンガン投げ込みするのは賛成ですか。肘の負担とか考えますか。ガンガン投げ込みは賛成ですね。だけど、まあ、ガンガン投げ込みって、人によって、あれが違うからな、その程度が。まあ、100球とか投げるのは必要じゃないですか。メジャー行くのはどの球団に行きたいとかありますか。ないです。また対戦してみたい選手ありますか。対戦してみたい選手、やっぱり雄星さんと試合はしたいですよね。本当に尊敬しておりますので。理想の引退の仕方とかありますか。理想の引退はね、なんですかね、まあ辞めたいと思った時に辞めれるのが理想ですかね。辞めたいけどもっと稼がないとなみたいな感じだとちょっと嫌ですよね。あっという間キャンプインですね。もうキャンプだ。キャンプはキャンプで、まあ、楽しいこといっぱいあるんで。ショートアームで出力落ちないんですか。落ちないです。ショートアームの方が手が間に合うんでいいと思うんですけどね。ジャイロとスライダー何が違いますか。スライダーは、まあ、横回転の回転がかかるかかって、まあ、スライダーなんですけど、ジャイロは、なんだろう、まあ、その名の通りジャイロなんで、その曲がりがスライダーよりちっちゃいですね。